佐渡の新しいはいつも時空からついにやります。ソフトクリーム食べ放題。佐渡に夏が来た。海に行きたい。山に行きたい。とにかく夏は遊びたい。でも暑いのは苦手。そんなあなたに自由空間から朗報です。川田で営業中の自由空間に6月27日ソフトクリームサーバー導入決定。ひんやり甘いソフトクリームが導入後は入場者全員食べ放題。ソフトクリームサーバー導入日からは100円ポテト祭りも同時にスタート。佐渡で唯一ソフトクリームを自分好みに巻きたくなったら沢田で営業中の自由空間に GO! 時空に行こう。自由空間。